様こんにちは。ホスピタリティコンサルタントの深坂光弘です。このチャンネルではサービス業で頑張っているあなたを応援するビジネスメソッドを、いつもお送りしているわけなんですが、今日はですね、2021年新シリーズといたしまして、ホスピタリティを見える化する、普段サービス業で働いていらっしゃる、プロフェッショナルをお招きしてですね、この、どんなホスピタリティ感を持っているかということをですね、解明していく、そんなコーナーを、この2021年始めてまいりました。今回はその2回目となります。特別なゲストをお迎えしております。今日のゲストはこちらです。どうも、はじめまして、こんにちは。私から簡単にちょっと紹介させていただきます。株式会社シャンティの代表取締役社長でいらっしゃる竹内淳二さんです。よろしくお願いします。竹内さんはですね、もう本当に私がこのホスピタリティチームを創業してからですね、ずっとこう研修で定期的にお邪魔をさせていただいて、本当になんだろうな、珍しいというか、ここまでこうホスピタリティを大事にされている、経営者はいらっしゃらないんじゃないかなっていうふうに思うぐらい、結構こうホスピタリティを、大事にされている社長さんなので、今日は素晴らしい話が聞けるんじゃないかと。わかりました。楽しみにしておりますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。じゃあ竹内さんの方から簡単にちょっと自己紹介を。名前は竹内淳二と申します。出身は北海道です。生まれも育ちも北海道生粋の道産子でございます。ですが、松本長野県に来ましても、かれこれ30年ですかね。だから人生の半分をもう松本で過ごしております。で、会社はですね、株式会社シャンティっていう会社の代表取締役を、しております。で、この会社は、犬の美容全般とホテル業および、犬に関する物販、こういう仕事を行っております。あとはどんなこと言うかな。あと、協会もやられてるじゃないですか。そうですね。あとは一般社団法人、日本ドッグトリマー協会の代表理事も務めさせていただいております。素晴らしい。いや、でも本当にそのシャンティさんのスタッフの皆さんね、マネージャーも含めてすごいやっぱり笑顔が素敵で、こうホスピタリティが高いなっていうふうに行くたびにね、僕はいつもセブンイレブンのアイスを買ってこう行くたびに感じている感じなんですけども、やっぱりね、そのリーダーである竹内さんのそのホスピタリティに関する考え方がスタッフの皆さんにね、なんか浸透している雰囲気をすごく感じていて、僕もちょっとこうやってこうホスピタリティについてこうね、語る機会っていうのはあんまりないんですけど、でも竹内さんがどう思っていらっしゃるのかっていうのを今日ちょっとお聞きしたいと思うので、ぜひ率直にお答えいただければと思います。まずですね、ご自身が、あるいは会社がでもいいんですけれども、ホスピタリティというものをお客様に提供する上で、大事にしていること、心がけていることがあれば教えてください。これはですね、2つありますね。まず1つは笑顔、もう1つは感謝です。なるほど。これについてちょっと語っていいですか。もうお願いします。なんでその2つなんですか。やっぱりね、サービス業っていうか、生きていく上でね、やっぱこの笑顔っていうのが非常に大事なんですね。で、僕は船坂代表の研修を受ける中で、いつも気づくことは、最初にうちの会社に来た時の第一印象、常に笑顔で。ありがとうございます。素晴らしい。ありがとうございます。もう鏡のような。ありがとうございます。偉い。これはね、本当うちのスタッフもみんな言ってまして。そうなんですよ。やっぱり笑顔は人をね、明るくするわけですね。なるほど。で、お客様も明るくする。だ、まずその笑顔っていうのを非常に大事にしてます。なるほど。で、もう一つ、は感謝。感謝ですよね。で、これはね、笑顔につながるんですね。どういうことかというと、ありがとうという言葉です。この「ありがとう」という言葉を、私どもの会社では1日10回以上言うように行っております。なるほど。で、例えば犬と飼い主様と両方相手にする仕事なんですけど、ワンちゃんに対して、例えばですよ、ごめんなさい、ありがとうじゃなくてごめんなさいっていうと、顔がちょっとネガティブになります。ますよね。ごめんなさい。ああ、そうですね。ね、うんうんうん。トリミングって犬の美容って犬の嫌なことをやるんですね。耳掃除したり爪切ったり。そうか。犬に対してはウェルカムじゃないですね。そう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 いうことだから結構ね震える子がいたり、はい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 。それをなだめながらやるにはどうしたらいいか。うん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 。これがねごめんなさいじゃダメなんです。ああ、そう。ありがとうって言ってあげる。ワンちゃんにありがとうでやっぱりね人との触れ合いもそうですけど、やっぱありがとうっていうとどうですか、やっぱり笑顔になりますよね。なりますよね。なりますよね。なるとありがとうっていうのがどういたしましてみたいな。そうですね。だからその2つが非常に大事にしてるかな。それをワンちゃんにも伝わるんですか、そのありがとう。伝わる？伝わる。ごめんなさいよりごめんなさいよりも伝わります、でそれをワンちゃんが家に帰った時に飼い主さんに多分言ってると思います。あ、今日ありがとうって言われて言われてワンワンってそうです。そうですか。でまたねそれが評判でね、あそこのお店行ったらねありがとういっぱいやってくれる。なるほどね、他のワンちゃんみんな行こうぜみたいな。まあワンちゃん同士でもね散歩でこうすれ違いがてら勧めてくれたり。すごいね、ワンちゃんを笑顔にしちゃうトリミングサロンって。だからそれもね本当船坂さんとお付き合いして10年以上ですよね。もう何年12、13年ですね。だから創業してからの研修ねうちお願いして、で僕はいつも言うんですけどスタッフにも技術っていうのは当たり前でトリミングのね、それよりも大事なことは接遇だと、ホスピタリティ。そうなんですよね。普通トリミングサロンってやっぱりねいかにこうかっこよくとか可愛くこうトリミングするかって技術の方になんか目がいく気がするんですけど、トリさん全然いかないです。いかないです。全くいかない。全くいかないのもどうかと思いますけど。いいんです。いいんですね。いいんですね。そうなんです。まあそういうこともあってこの2つを加えております。いやもうなんかついこの間のYouTube チャンネル、このチャンネルで離職率の低い職場の条件でやっぱり笑顔とありがとうって僕言ったんですよ。お、すごい。見てくれてないんですか？見てないです。でもいや同じようなフレーズ出てきたから今びっくりしちゃって。いやでも僕が今まで見てきた中でやっぱり素敵な職場っていうのはやっぱりありがとうと笑顔にあふれてるってやっぱりそういうことなんですね。教えをちゃんとね。いやさすが。受け継いでるわけです。ありがとうございます。本当に。帰ってこちらこそありがとうございます。わかりました。ちょっと時間がないので次にいいですか？はいはい。次にですね、はい。あ、そうだ。竹内さんがご自身でこう他の人から受けたホスピタリティで印象に残ってることあったら教えてください。これね数年前なんですけど、家族でねちょっとハワイに旅行行った時に、いいじゃないですか。実は成田空港で出発前にポケット Wi-Fi を借りたんですよ、レンタルで。ポケットの Wi-Fi でインターネットを行ってつなげるため、まあ仕事の電話も入るのでインターネットとかね。でそれを借りてまあ旅行を楽しんで出国しました。で最終日ハワイのポケワイがどっか行っちゃったんです。ハワイでなくしちゃったんです。どこやっちゃったの？それがどこにあったかわからないのでえらいこっちゃって、どうしようと思ってとりあえずフロントに行こうと思ってでヒルトンホテルに乗ったんですけど、ヒルトンのフロント行ったマネージャーで、それがまたイケメンでね、僕よりも背高くて日本語ペラペラで外人さんなんですけど、それでどうしましたかということで、いやこれこれかなと。そしたらまず全部の部屋をうちを来てね、まずセキュリティボックスとかいろんなところをチェックして、部屋の中をチェックしてくれて、それでもなかった。じゃあ今度今日どこ行きましたか、あそこ行きましたか、そうかタクシー乗りましたか、乗りました。ちょっとタクシーホノルルの全タクシー会社に電話、すごい。で当然僕なんか英語力もね、まあねちょっとはったりでやってる部分があるんで、そこまでの会話ってなかなか難しい。そうですね。全部やってくれて、でおまけに借りた成田のそこの会社まで電話してくれた、そのマネージャーも日本語ペラペラです。そしたら紛失証明書が必要だと。でね、どうしようと。そしたら警察、ホノルル警察に電話して、はい、警官が2人来たんですこんながたいのいいよ男性と女性がもう映画の世界です。ちょっと特殊になったかな、来てみんなフロントでやってるから周りの観光客とかこの人一体何なんだろうみたいなの見ていられてでもそういう中で紛失届もその場で書いてもらったんです。なのでね、ちゃんとで僕はその時思ったんですけど、要するに不安を先回りするというか、ああ、それはすごいなと思ったんですよ。さすがヒルトンだな。それからヒルトンクラブに入りましたね。なるほど。さすがそういうことなんですね。そのエピソード、そのね、そういうことがあって、私長女がホテルに働きたいと。そのマネージャーのように困った人に対して的確に対応できるホスピタリティある人間になりたいっつって東京の専門学校行ってで今年この3月で卒業なんですけど、就職もおかげさまでこのコロナ禍の中、コロナ禍ねでホテルはもう全くダメ、求人なし、ヒルトン外資系狙ったんですけど、だけどその要するにイベントとか外国のイベントを行う運営する会社に困った人をいろいろと英語とかで助けるホスピタリティある会社に入ったんです。それがきっかけだったんです。なるほど。というお粗末な話なんです。いやーでもあれですね、素晴らしいことに出会う。ホスピタリティは人の人生を変えるっていうね、ことですよね。いや本当そういうことです。本当にはい。いやすごいな、すごいなね。やっぱりでもそのホスピタリティの情報を受け継いでまた娘さんがね、次の世代にねまたね活躍してくださることを期待しますよね。嬉しいです。はい。というわけでもうちょっと竹内さんもうあっという間なんですけど、すみません、あっという間、まだやりたいんですけど、もう最後にゲストの皆さんにあなたにとってホスピタリティとはっていうのをですねお聞きしてるので、最後それをちょっとバシッとこう言っていただいてまとめていただきたいと思うんですけども。まあ十分語りましたんで。ホスピタリさっき言ったようなもう笑顔と満足、笑顔と感謝なんですね。でそれは最終的にお客様もしくはスタッフみんなを満足させるっていうことが僕にとってのホスピタリティではないかなと。なるほど。満足をしていただくっていうことかな。なるほど。っていう感じですね。満足っていうのは具体的にそれはいいじゃないですか。満足は人それぞれあるじゃないですか。なんかね一個掘り下げないと気が済まないです。済まないです。だからまあね、要するにこの人に出会えてよかったとか。なるほど。いいキーワード持ってるじゃないですか。この会社に来てよかった。なるほど。なるほど。そういうことです。なるほど。その満足感です。いいですかこれ。大丈夫です。はいはい。ありがとうございます。はい。竹内さんもあっという間の。そうなんですよ。またちょっと続きがあればまたボリューム2とかまた企画しますんで。はいはい。まあ今日竹内さんにもお話をお聞きできて、またこのシャンティさんのホスピタリティの高さっていうのはなんかまたさらにこう納得できた、そんな時間になりましたので本当に嬉しく思いました。はい、またですね、このチャンネルではですね、不定期になりますが、ホスピタリティがある方が出てきたらまたこういう形でお送りさせていただきたいと思いますので、ぜひ皆さんも楽しみに、お待ちいただきたいというふうに思います。はい、ではですね、最後に今日も、皆様の笑顔でお客様を笑顔にしてですね、貢献を喜びに変えるこのホスピタリティで輝きのある一日をお過ごしいただきたいと思います。今日も竹内さんありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。どうも。